山田です。はい、ちょっと前にって言ってももう1ヶ月ぐらい前なのかな、いやもっと前かもしれない。あのですね、あのとある企業さんからですね、あのメールをいただきまして、そのメールの内容がですね、とある荷物をお届けしますというようなことをですね、メールいただきまして、で、まあお荷物がね、まあ届くというのを聞いてたんですが、今日は実はその届いたね、とある荷物をまあ紹介する動画なんですけど、まあこれがちょっと遅れちゃったんですよね。紹介本当はその届いてから紹介するのにすごい時間がかかっちゃって、なんでかというとですね、あのゴールデンウィーク期間で、あのこの荷物の配送がゲームウィズだったんですよ。で、ゲームウィズがあのゴールデンウィーク期間入って、ゴールデンウィークとゲームウィズって略称両方とも GW だからちょっとややこしい。止まっちゃってたんだよ、荷物が。うん。多分あの、六本木ヒルズ宛ての、こう、あれには来てるんだけども、それ会社側が、単純に回収できないみたいな状況になっていて、マジなんか10日以上、2週間ぐらいね、配送されてから、確認できなかった荷物がありまして、やっと今日僕それが受け取りができたんで、ちょっとそれをね、取りに今日会社に来ました。で、その荷物が何かっていうのがですね、実は僕と同じタイミングでですね、今年はサンフランシスコ一緒に行ったりとかしてたね、ポケモン GO、僕と同じようにね、実況やってる北山ゆりさん。北山ゆりさんも荷物来てたんですけども、まあ僕の元にもそれ来ていてって。で、それの紹介ですね、今日はですね。はい。どんな荷物かというとですね、はい、このブラックボックス。こんな感じのブラックボックス届きました。で、これがどんなやつかというとですね、これくるっとやれば一体どこの会社なのかわかります。せーの、ドン！はい。黒に、ハテナマークで、ここ見てください。ピカチュウ。そして下には、151分の1。はい。そうなんです、ポケモン社さんからね、荷物が届きました、ありがとうございます。何なんでしょうかねって言いたいんですけど、この真ん中のシールがですね、もう皆様ね、見てわかる方いるんじゃないでしょうか。去年から話題になっていて、もう今年ね発売されています、ポケモンのシャツですよね。関東地方のポケモンたちの柄を、それぞれですね、もう全部オリジナルの柄があって、それをシャツの好きなところにね、こう配置できるっていうのが今やってるんですよ。で、この、ポケモンシャツがですね、全部オーダーメイドということで、まあちょっとハードルが高いんですけれども、あとお値段もね、一着確か1万円とかでちょっと高めなんですが、もう自分の好きなように好きな柄をこうね、こうコーディネートできるというようなやつで、非常にね、こう人気というかの高い商品でございます。どうもそれが入ってんじゃないかな。うん、でも結構箱小さいんだよね。この小ささで俺シャツ入ってんのかな、本当に僕着れるそれS サイズとかだったらダメ、カタカタ音してんのよ、なんか硬いものが入ってる音がするんだよね。でも、あ、でも布っぽいのもなんか柔らかいものと硬いものが両方入ってる感じの音がするんで、なんだろう、何が入ってんだろうね。ちょっとじゃあ確認していきましょうか。開封していきます。それじゃあ開けていきましょうか。この開封はどうやればいいんだ。あ、わかった、スライドさせる方式ですね。ということは、多分ここをちょっとこうずらしてあげる。あ、開きますね。それではスライドさせていこうと思います。いきますよ。てれで、おー、ちょっと待って、ちょっと待って、山田って書いてある、山田って書いてある、山田って書いてある、なんか文章書いてるっぽいもんね。いきますよ、せーの、きたーたらたー、山田チャンネル様って書いてあるよ。ちょっと待って、はい、こちらですね。山田チャンネル様、いつもポケモンたちと遊んでいただきありがとうございます。リリース当初よりポケモン GO で遊んでいただき大変嬉しいです。この度ポケモンの柄を組み合わせて自分だけのシャツが作れるポケモンシャツというサービスをリリースしました。日頃の感謝を込めて誠に勝手ながら151種類の中から山田チャンネルさんのイメージに合ったポケモンを選んでシャツにしてみました。ぜひ何のポケモンか想像してからご開封ください。すごいのがなんか来ましたね。これちょっと嬉しいね。ポケモンさんから来てんのはちょっと嬉しすぎません？すげえ、ありがとうございます。ポケモンさんありがとうございます、本当に。はい。いや、もうリリース当初よりポケモン GO で遊んでいただき大変嬉しいですって、これあれですね、なんかその、ちゃんと動画を見てくださってる感じが伝わってくるから余計に嬉しいですね、こういうのね。わあ。151種類の中から山田チャンネルのイメージに合ったポケモン？これは、やつなんじゃないか？ねえ、今回ね、151
分の1って書いてあるってことは、要はつまり関東世代の関東地方のポケモンだけですよね。関東地方のポケモンで僕が好きなポケモンなんだって言われれば、でも山田チャンネルのリスナーさんだったら分かると思います。見ていきましょう。これの中にどうやら入ってるみたいです。開けていきますよ。いきますよ。山田チャンネルのイメージに合ったとポケモン社さんが選んでくれたシャツはこれだ。ドラーン。お？お？やっぱそうだ、やっぱそうだ、やっぱそうだ。イエーイ。人でもあるんだろうな。わかる。ちょっと待って、みんなわかる？これほらほら、ヘアだ。ワイシャツ。来た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 。ちょっと待って、ちょっと待って、こういうことでしょ、こういうことでしょ。もうさ、全部全部人デマ、オール人デマ。これやばい、これやばい、マジでマジでマジで。ほら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 、全部人デマになってる。見てくださってる、めっちゃ見てくれてる、ありがとうございます。伝わってくれてるの、なんかこれ、幸せか。あ、ごめんなさい、そんな今日着てるのピカチュウだけどさ。いやでもやっぱヘアだよね。ありがとうございます。ちょっと待って、ちょ、すごい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 、書いてあった、人出マン×山田チャンネル様。山田さんが、愛してやまない人出マンのポケモンシャツをお送りいたします。ポケモン GO 動画のスターである山田さんの実況、これからも楽しみにしています。今後ともポケモンよろしくお願いします。ヘアがいる、ヘアがいる。これやばい。しかもこれやば、あ、これなんかあれだ、見せちゃいけないだろうけど、はい、なんかね、裏にですね、ギフトコードみたいのがついてた。もう一着作れるギフトコードがあって、プレゼントできるんだ。友達とか家族にぴったりなポケモンを選んで、その人向けにそのシャツをもう一着作れるよっていう、そういうギフトみたいです。ちょっと待って、言葉にならん、言葉にならんな、これ。ちょっと待って、ちょっと待って、本当にポケモンさん、本当に。とりあえず着てみましたけど、ちょっとね、あ、胴回りとかはいいんだけどね、こことここがね、ちょっときつめだな。太ったからね。痩せるか。うん、痩せよ。うん、このシャツに合わせて痩せよ。色もね、個人的にすごい、あの茶色とかグリーンとか、そのアースカラーめっちゃ好きなんですよ。だから人手間の柄いいなと思ってたんですけど、なんかどういう風にね、こう入れようかなとか、そういう悩んでたんです、ちょうど。だから、まあ、今回一回全部ね、この人手間っていうのでもらえてめっちゃ嬉しいです。はい、いやー、ちょっとマジでこれはなんかやっててよかったって本気で思いますね、これね。マジで大事にいきます。あと、まあ、このね、ポケモンシャツですよねっていうのは、完全受注生産、まあ、本当にオーダーメイドで、まあ、これ今僕がこの着てるやつはさ、全部柄がね、こう入ってるやつですけど、例えばここの襟だけとかね、袖だけとか、あとはそのポケットだけとかね、結構そういう風にカスタマイズができるっていうのが、結構売りなんですよね。まあ、なんか、まあ、せっかくねこれね、いただいたんで、それは宣伝した方がいいでしょう。はい、ぜひ皆様ね、購入してみてください。URL ね、公式サイトをね、じゃあ URL をね、動画の概要欄の方に貼っておきますので、ぜひぜひ。僕もね、以前見たんですけど、デザイナーさんが結構いろいろな方がこう参加していて、その例えば、まあ、この人手間なのもそうですけども、スターミーになるとね、またちょっと雰囲気変わったりだとか、ポケモンごとにですね、だいぶ雰囲気が違うんですよ。なんか僕見てすごいなと思ったのは、確かオニードリルかなんかが、なんかね、結構そのナスカの地上絵っぽくなんか見えてたりとか、全然雰囲気が、ポケモンによって変わります。だから自分が好きなポケモンを選ぶっていうようなやり方もいいし、あ、この柄がいいやっていう風に選ぶことも全然ありだと僕は思いますね。ぜひぜひ皆様、やってみてください。こんなんだったよ、これ。すごい、全部人出まん。ぴったりじゃないですか。そう、個人的にはちょっとね、もうちょっと痩せた方がいいなっていう思いはあるんだけど。でもすごいシュッとして見えます。シュッとして見えます。はい、シュッとして見えます。もういいことしかねえじゃん。シュッとして見えて、すごい人出まんでさ、めっちゃおしゃれですね。これやばいよね。多分知らない人が見ても、うん、全然ポケモンって感じしないんで。そうだよね。なんかめっちゃおしゃれなシャツ着てる人って感じです。ただのね。そうだよね。なんか俺 2,3 着買っちゃいそうだもん、ね、プラスで。人出まん、ここ人出まん。そうポケットだけスターミーみたいなやつとかね、欲しいもんね。いいですね。そう、ちょっと自慢しようと思って今呼びました。いや、はい、めっちゃいいっすね。ね、しかも似合ってますね、色が。やったー。いや、でもそう、俺好きなんだよ、こういう色が。普通に好き。逆にプライベートで着たいな、これ。なんかジャケットとか持っちゃったり。そう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 。まあでもね、やっぱせっかくだ、動画とかでしっかり着ていこうと思います。はい、
はい、ということで改めましてもうポケモンさん本当に、素敵なシャツ、プレゼントありがとうございます。これからも山田チャンネル、ポケモン GO 頑張っていきますのでよろしくお願いします。そして視聴者の皆様概要欄にね、こちらの、ポケモンシャツの URL ですね、あの公式サイトの URL 貼ってありますので、興味が湧いたという方よかったら、そちら、飛んでみてください。それじゃあ今回はこれで終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。